こういうこと。よし。よし。よし。さすが。さあ、楽しみやな。はい、今回は油を引いてからしっかりと油に熱を加えます。はい、こびりつかないための作戦です。はい、それではいきます。結構動画見て勉強しました。お玉じゃないですね、鍋からいきます。あ、明らかに油が多かったか。ネギ、今回はネギも入れます。じゃーん。うわー、汁が足らん。やっぱり毎度のことながら、まあいい。ああ、こびりつく。やっぱりどうして、なんでくるっといかんの。まだ火が通ってないやん、うん、ああ、もう全然くるんと回らん。怪しい。
お、でも回った。お、いいぞ。お、いいぞ。お、たこ焼き屋見て。すんげえこびりついとるもん。ほら、これわかる？こんなもクルトンもあるわけないねっけ、こんな。何これ、これやな。よし。あ、ビールか。はい、できましたね。いいやつはいいんだけども、これはまあ汁が足らんかったんかな。あ、タコもねえし。ね、たこ焼きだよ。そう、最終的にはまあまあの形になるんだけど、その作る過程でね、作る過程でなんであんな必死にこうやって慎重にやらんとあかんのか、ひっくり返さんとあかんのか、トゥッ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 トなんでできんのかというこのところ、はい、お待たせしました、ありがとうございます。あんでキュッといかんのか、ビチョーっとこぶりついとる鉄板に。そこはもうちょっと研究します。これ決しておふざけでやってることではないんで、はい、たこ焼き職人になるというのは嘘ですがね、本気でくるくる回したいと思ってやってますから、そこはそうなんです。はい、まあいい、食べます。はい、すんげえうまそうねえ。たこ焼きってさ、たこ焼き粉あれ一袋で何個作れるって話よね。あ、粉を水で薄めるから、そう考えたらまあ原価は安い商品なのかもわからん。 あビール乾杯。最高や。うん、めっちゃうまい。今日なんかトロトロやな、か中トロトロや。なんで？揚げるのが早かったか。すっげえ。めっちゃうまい。うん、これネギかやっぱり。
ああ、ほら。このトロトロ。めっちゃうまい。ほんとにうまいぞ。これマジでうまい。うん。さあ本日はたこ焼き職人の道第2回ということでやってみました。はい。うん、やはりネギを入れた方が美味しいですね。たこ焼きはネギをみじん切りにして入れましたけど、はい。そう、やはりね、こう本当にたこ焼き屋さんを開業したらこんなねノルマに作っとったら追いつかんと思うんですよ。だからこそもうくるん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 やっていかんとあかんのですよ。パッ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 と一個一個こんなことしとったら絶対にね回転しないんですよ。並んどった人がもう隣のねうどん屋さんに行っちゃうと、うん、そんなことが考えられますけど、うん、でもこれはこれですごい美味しいからこれでもう一つ完成形なのかもしれないし、はい、ね、まあまあいいです。まだまだ特訓していきます。はい、ありがとうございました。うまい、ほんまにうまい。